アリスでアリンス。時計を持った急ぎ足のウサギを追いかけたでアリンス。そしたら穴を覗いたら落ちたら、そしたらどうしたで小さくなって大きくなって涙が溢れ水たまりができて池になって家をぶち壊して森でさまよって茶車猫が教えてくれた道の先に何のそのパーティーをしたのよ。時計を持った急ぎ足のウサギと帽子のおっさん、双子の坊や、赤の女と張り合って、帽子のおっさんと仲良くなって、自分のことに自信がなかった昨日までの私を変えることができたの。どんな困難も私は切り開き、不思議だった、まだ見ぬ自分を知ることができたので、アリンス、アリンス、不思議の国のアリンス。